鈴木ワールドラリーチームは、かつて、鈴木スポーツの一組織として、世界ラリー選手権に参戦していた、鈴木のワークスチームである。別名、鈴木 WRC チャレンジ。2007年のツールドコルスでデビューし、2008年シーズンを、マニファクチャラーチャンピオンシップ5位という成績で終えた後、WRC からの撤退を発表した。鈴木は、この決定の理由として、 経済危機による自動車販売台数の減少を上げているが、景気が悪化する前の時点で、鈴木が撤退の準備をしているという胸の報道がなされていた。鈴木スイフトスーパー1600-2002年、鈴木はイグニススーパー1600で世界ジュニアラリー選手権への参戦を開始した。翌年、ダニエル・カールソンが二つのラリーで優勝し、二千四年にはパーガンナー・アンダーソンが ドライバーズチャンピオンに輝いた。2005年はシリーズ前線での経験を得るため世界ラリー選手権の全16戦に参戦しフィンランドで新モデルであるスイフトスーパー1600を発表した。この年イギリス人ドライバーのガイ・ウィルクスがドライバーズチャンピオンシップ2位の成績を収めた。2007年はチームにとって JWRC での過去最高の年となった。 アンダーソンが2度目のタイトルを手にし、同じくスイフトスーパー1600をドライブするウルモアーバモニーにつけた。スズキ SX4WRC のテストは2007年2月に日本、3月にヨーロッパで行われた。4月には南フランスでグラベルでのテスト走行が実施された。コルシカ島で開催されたツールドコルスで、 SX4WRC はコンペキティブなデビューを飾った。ドライバーはニコラ・ベルナルディ、コドライバーはジャン・マルク・ホルタンで、いくつかのステージではトップ10に迫るタイムを記録した。チームはこの年のウェールズ・ラリー・ギガバイトにも参戦した。ウェールズ・ラリー・ギガバイトにはドライバーがセバスチャン・リンド・ホルム、コドライバーがトミ・トミネンという体制で臨んだ。 2008年のツールドコルスで、トニー・ガルデマイスターがドライブする SX4、WRC2007 年12月17日、2008年シーズンは、トニー・ガルデマイスターと、パーガンナー・アンダーソンというドライバーラインナップで臨む、ことが発表された。また、ミシェル・ナンダンに代わって、稲垣修介が、テクニカルディレクターに就任、川田明が、チームマネージャーに任命された。 開幕戦のラリー・モンテカルロではアンダーソンが8位につけ、マニファクチャラーポイントを2ポイントを獲得するという、好調な滑り出しとなった。続く、ラリー・スウェーデンでも、ガルデマイスターが7位でフィニッシュし、鈴木は3ポイントを獲得した。この2戦では、ヘッドガスケットの欠陥によるエンジントラブルに苦しめられ、ラリー・モンテカルロでは、ガルデマイスターが、 ラリースウェーデンではアンダーソンがリタイアした。第3戦のラリーメキシコでは2回ともがリタイアすることとなった。いくつかのラリーで信頼性の問題に苦しめられた後、ラリーニュージーランドでアンダーソンが6位、ガルデマイスターが7位という過去最高のリザルトを残した。ホームイベントであるラリージャパンではその結果を上回る5位と6位を獲得したほか、 札幌ドームで行われたスーパー SS でガルデマイスターが鈴木と SX4、WRC にとって初めてのステージトップタイムを記録した。ウェールズラリーギガバイトではアンダーソンが序盤表彰台圏内を走り最終的に5位でフィニッシュ。ガルデマイスターが三っ昼五年の前の7位でフィニッシュした。ありがとうございます。